おはようございます。おはようございます。前回に引き続き、はい、前回というかちょっと前かな、はい、ゲストナッピー神宿ナッピーです。でーす。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あのね、うん、前回のちょっとが面白くてちょっとハマってしまったんでドフラミンゴ系女子ね。ドフラミンゴ系女子、うん、もう一個、はい、ワードを持ってきました。ありがとうございます。これもネットですごいってなってたんですけど、はい、リアルセンターがすごいってすごい言われてて言われてますよね。もちろん知ってますよね。知ってます。リアルセンターね。リアルセンターもう敏感な女子高生ですからさ、まあね、リアルセンターって言葉はね、リアルセンター知ってます。知ってますよね、はい、じゃあまだ確信はつかなくていいからふわっとまあね、ざっくりリアルセンターが何だろう教えてください。はい、給食がはい、給食が、うん、その学校で作っていたのに、うん、センターのリア、うん、給食になってしまって、うん、いや本当にリアルセンター給食じゃんっていうやつ。もうどういうこと？どういうこと？どういうこと？え、わかんないですか？ごめんなさい。なんか俺が悪いみたいに言われた。わかんないんですか？あんたみたいな。わかんない。ごめんなさい。給食？わかんないです。給食が、説明してください。その学校で、うん、当時は作っていたんですよ。うん、でも、うんうん、学校で作らなくなってしまって、センター給食ってわかりますか？わかるわかる。で送られてくるやつ。送られてくるやつ。うん、で、リアルにセンター給食になったなるぞなるぞって聞いてたけど、あ、今日からちょっと変わったなと思ったら、リアルになっちゃったんだみたいな。あ、なっちゃったって時。リアルかいみたいなこと？本当に人生で一回使うかつかないかな。小学校6年間であるかないか。何なのその言葉。リアルセンター。それ若者略しちゃうんで、うん、何でも。はい、リアルセンター。なるほど。流行ったネットで流行った理由はそのリアルセンターになっちゃった人が多いから。そういうことです。みんながそういうつぶやきをして。なるほどな。なるほど。それを今リオナイさんはナッピー一緒に問題で出したってこと？そういうことですよね。そういうことですかね。そういうことかな。なるほどな。あとナッピー師匠、はい、どうしたの？いや、なんか今ちらっとここになんか書いてあるの見たんですけど、何今って書いてあったから学校で書かれました。何て書いてあるの？今保育の時間。いや、何今保育の時間って保育の授業しててここに書いてある、この子なんて何やってる。楽しそうだね。リアルセンター、はい、はい、まあ正解見る、見たいです、はい、これあなた高校生なんだから、ほら高校生なんだからな。この前ねセンター試験だったんですよ、うん、そう、あ、リアルにセンター試験ってことですか？そうそうそう、同じ日に同じ問題ができるよっていう、そのセンター試験の会場になってる。いや俺からしたらリアルセンター給食の方が運なんだけど。3年生は本当のセンター試験じゃん。そんなのあるんですね。だから1年先に仮模擬で本番と同じ問題を受けれるってリアルセンター。じゃあやっとけばよかったんですね。もちろんやりましたよね。やりました。ここに嘘。食い気味で嘘つくんじゃねえよ。じゃあ、じゃあ今日行ってらっしゃいっつって、はい、今日も行ってらっしゃい、じゃあねーでしたっけ。何でもいい、何でもいい、何でもいい、今日も行ってらっしゃい。今日もしっかりせーのって言ってました。一人でちっちゃい声で。